ジャガーズチャンネル始まるよ。全身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 というわけで、恋の病と野郎組シーズン2見てるよ、ジャガーズです。じゃじゃーん。いやー、さあ、踊る、いや、絶対歌うと思った。歌うと思った。なんか確認してたから、こうやってバレてたな。見てますよという回です、今日は。そうです。前回が、あの、 BSだったんです。BS 日テレだったんですけど、ね、はい、今回なんと地上波で見れるということで、もうシーズン1から見てたか、僕からしたらですね、もう本当にやっとやっととっとできた。やっとそれは関係ないけどね。できたですね。それは関係、それは NHK です。いつも子供の時歌ってたな。やー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 できた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 って、ね、知ってます？知ってます。これ歌ってたんです。それは関係ない。猿のいや。ポッケね。ポッケですよ。ポッケ。そうそうそう。ポッケ。パピピペポー。前でそれじゃなくて、あれですよ。オープニングの歌めっちゃいいね。あ、そのそのあれちょっと撮りたいんだけど、音源使えないんだよな、まだな。そう、ショートでね、あの、全身は使えるから、うん、まあ上げたんじゃない。上げました。あの、あ、 TikTok で、そう、 TikTok でもね、上げてね、上げて、あれなんか、そうだそうだ、 TikTok では全身使えて、 YouTube では使えないから、別の音、うまぴょんに載せたんだ、うん、そうだそうだそうだった。あの、 TikTok の方では公式で使えるから、なんかみんな踊って載せればいいのにと思ってね。ね、振りもね。だから本人がまずそれをいっぱい、あ、でも上げてたら、これ上げてる上げてる、全員でね、あれがね、日テレの廊下で、そうそうそう、あれ良かった。あの、ね、日テレだよね、あれね、うん、で、あのですね、もう今回から後輩もできて、うん、ね、でメンバーも増えて、で、それでもう、まあ、簡単に見てない人のために言うと、もう男女共学なんだけど、なんか男子生徒だけ集めたクラス、うん、G になっちゃったと、 G 組で、そのメンバーはもう女の子と喋れない病っていう、うん、もうとにかくもう緊張しちゃって何もできない、はいはいはい、でも彼女が欲しいっていう、うん、そこでのちょっといいよね、男の子のちょっとあるある、女の子が来たらもうってなっちゃう、あれかわいい、そう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 、そういう、で、毎回一人一人がその主役の回なんですよ、うん、なのでね、そのこれから好きなメンバーの時はこうで、みんなもね、これ男あるあるなんだけど、なんかバカな質問すんのよ、いろいろ女の子なんか妄想したりとか、はい、でみんなもビビってるから、なんか、いや、そんなことできないよみたいなあるよね、男の子とやっぱ結局、そうそうそう、そう、ちっちゃいから肝が座ってないからそうそうそう、で、今回後輩ができたことによってちょっと強がって、おーってやるけど、なんなら後輩の方が慣れてる、ぐいぐい女の子とも喋ってるしってなってる、あっていう、まあ、1話はそんな感じだったよね。そう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 、ちょっと収録時点まだ1話しか、ね、やってないんであれですけど、うん、まあ、ありがたいのが TVer でも見れるじゃん。そうなんです。そう、だからそれもありがたいんだよ、見逃した人でもね、 TVer で後追いで見れるからね、うん、それもありがたい。でさ、うん、その第1弾のパート1の時と引き続き、うん、もう主題歌も全身こう踊ったやつね、うん、あれ流してくれて、こんだけが流れてて円盤化されてないっていうのはもちろん、ね、まあ仕方ないですけど、まあ、デビューはしないから今後ね、楽しみですね。あの、うちらがさ、うん、そのセブンメンとハイハイの、うん、そうそうそう、以前コンサート六択のね、うん、あれ行った時に、うん、その時はこのコントやってくれる、コントというか、そうそうそう、合間その役のところでやったりしてたじゃない、うん、で、ああいうの見るとさ、うん、おーってより重いよね、そう、ドラマで見てる時のキャラクターが見れるのと、そう、コンサートで見てるのとまた違うよね、うん、でね、実際あの「少クラ」とかでも前回の時とかもこう全身歌うのよ、はい、で歌ってて、で、そのバックでセブンメンとか、うん、少年忍者とかで、織山くんとか中村くんとかがバックなんだけど、結構中央の位置にいて踊ったりするのよ。ドラマを見てる人はもう、うわーってなるよね、うわーってなるのよっていう。で、今回もね、正門くんも、うん、こ
これはもういいキャラクターで出ますから、あの TikTok の時だけまさこのくん普段 TikTok 見てないのかなぐらい慣れてないよね、なんかね踊り慣れてないよね。そうそう、あめっちゃ周り見ながらホームページがありまして、そこでちょっとね動画があってみんなでちょっとゲームやったりとかっていうのもあるので、ぜひまだ見てない方はそこ見ていただいて、うん、でそこで罰ゲームで女子プロレスラーの井上京子さんが出てきていろいろ技かけたりとか、うん、で僕井上京子さんと繋がってて、うん、ポコちゃん向こうやってて、で僕見に行って、でその繋がりでツイッターもフォローしてくれたりとか、僕らのところに僕のところにいいねしてくれたりとかやってくれてた人がもうこのメンバーと共演してるから、ね、すっごいやきもちですね。知らんわいいなぁと思うすごかった。でもねその井上京子さんもいやすっごいみんないい子だったって、ツイッターで書いてあって、そう、そんな井上京子さんがやってるお店がこの間周年を迎えたのでね、おめでとうございます。行ける方でぜひ行きたい、まあ、僕も行ったことないですけど、おめでとうございます。さあぜひですね、こっからもう地上波ってことですから、はい、で時間帯もいい時間帯ですので、ぜひ皆さん深夜ドラマ暑いですからね、暑いです、うん、本当にちょっと注目していただいて、はい、はい、でもそれぞれのねもう今後デビューしていた時に、うん、私ジュニア時代の時からドラマ見てるよって言えるようにね、そう、はい、今からチェックするのがもう先生役の浜ちゃんもいいですから、はい、浜ちゃんの役どころもいいよね、うん、いいんだよな、あのなん か気づかないね鈍感な感じが先生そうじゃないな浜ちゃんっていうのもいいですけど、はい、というわけでぜひ、はい、まだまだこれから始まったばっかですので、ぜひ、はい、あの楽しんでください、見てください、もう一緒に見ましょう、うん、また語りましょう、語りましょう、一緒に見て、はい、というわけでお送りしました、今回は恋と病まと野郎組のお話でございました。バイバイ。高評価チャンネル登録してもらえたら嬉しい。